皆さんお元気でいらっしゃいますか。沖縄は、ね、あの夏になってますが皆さんのところも暑いと思いますが、割と涼しい風が吹いてます。今日は、私の友人、私から、名前言います。シャローム聖霊教会の国吉陽子牧師でございます。よろしくお願いします。いつもね、チャーチトラストのメンバーで、牧師をしておられますカカズパオロ先生、コクバの方でね、教会をなさっておられます、光キリスト教会の牧師夫人、今日はね一緒にいらしてくださってますが、どうぞお名前を。はい、はい、今日はあのピンチヒッターのピンチヒッターでですね本当に今日このように、また電波を通して皆さんにご挨拶できること、本当に嬉しく思います。光キリスト教会国場にあります、そこから参りましたカカズエリオと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日ね、チャーチトラストのメンバーの集まりでありまして、そうですね、まあ、チャーチトラストと言いましたら、教会のね、はい、助ける伝道を主にするというね、そうです、目的なんですが、牧師が今余命ですか。そうですね、そうですね、余命ぐらい ね入ってまして、はい、あとは熱心な伝道に大変熱心な方々の集まっておられるグループでございますが、はい、そちらで、カカズエリオ先生の伝道師なんですね。はい、そうですね、はい、あのパウロ先生が主任牧師で、奥様のカカズエリオ先生が副、伝道師ということで頑張っておられます。はい、実にね、もう先生方入られて長いんですよね。そうですね、長いって言っても、まあ、2012年かそこらですね。そうです、沖縄チャーチトラストの場合はですね、私は去年から入ったんですけど ね、はいはい、大変そこの初期もなさっておられて、大変熱心な、奥様兼伝道師 のお仕事をなさっておられます。今日は、エリオ先生の証を、はい、聞きたいと思いますね。はい、どういうふうにしてね、この教会に
入られたのか、はい、というのをね、クリスチャンにはいろいろと体験談とかね、ありますので、その件から、はいはい、ちょうど去年お母様も、はい、そうですね、FM 那覇首里にある時にね、 FM 那覇で証をなさったんですけど、今日はその娘さんであられるエリオ先生が、はい、いらしております、はい、ね、エリオ先生の、まあ、いつ頃教会にいらして、また洗礼もいつ頃なったのかね、ちょっと教えてください、はい、そうですね、もう60を超えますとですね、長い時間をちょっと端折って話したいと思うんですけれども、はいはい、私自身 のイエス様との出会い、また教会とのつながりは、うん、本当に小学校1年生ぐらいからなんですね。家族みんな揃って教会に行くようになりました、うん、浦添市から那覇市の首里福音教会っていうところに東洋バスを乗ってですね、小学生の頃からもう本当に当時ですから、教会、日曜日に教会行くのがすごく楽しみでですね、今みたいに子どもたちのいろんな部活やら何やらっていうのはないですので、日曜日の教会はすごく楽しかったんです。バスにまず乗れるっていうこと、そしてまた賛美も大好きでしたね。あと聖書の話もすごく楽しくてですね、もう歴史ものから何からたくさん載ってますので、イエス様の話を聞くのがすごく楽しかったんですね。で、小学校時代本当に当時のもう教会学校は子どもたちがいっぱいでですね、公民館を借りての教会学校、もう教会で入れなくて、おろおろ、はい、すごいですね。そして宣教師の先生たちもいっぱいいる時代でしたので、伝道師の先生もおられたので、子どもたちに教えてくださる方々が、うん、たくさんいたんですね。ですからもう聖書 のクラスも学年ごとに分けて、詳しくもう旧約聖書から新約聖書に至るまで、よく教えていただきました、ですからもう小学校の時に習ったことの方が今もたくさん残ってるんじゃないかって思うんですね。はい、あの時代って1900年ぐらいですね。そうですね、1960年頃ですね、もう後半ぐらいの、はい、そうですか、それだからもう生活の中で聖書がもう私の一部で、イエス様 の神様のことがもう私の生活 の当たり前のことでですね、まあこういう沖縄ですから、神様っていうと祖先崇拝だったり、ね、はい、いろんな神様がいるんですけど、私にとってはもう神っていう言葉は天と地の作り主の誠の神っていうのがもうとっても当たり前の生活だったんですね、はい、そういう小学校生活でした。教会とのつながりは、はい、それはお母様の影響ですね。そうですね、お母様がもうクリスチャンで、はい、実は私の母のお姉さんが最初に教会に行きまして、おばさんに当たる方ですね、はい、おばさんが、はいはい、でそこからもう親族の一人一人、まず兄弟、そしてまあいとこたちっていうんで、はいはい、もう一族がね、教会にだんだんつながるようになったんですね、はい、その中で私たちの家族も同じように教会に行くようになったのがもう小学校時代からですね。あら、そうなんですか、はい、まあでもそういう小学生とても素直でしたね、はい、毎年の夏季学校って言ってですね、はいはい、教会学校のキャンプの時に、ちょうど今夏休みですからね、もう夏休み、小学校を借り切っての、もうキャンプファイヤーもバッチリできるという、そういう時代だったんですね。今は多分できないかもしれないですけど ね、あらあら、海で泳いだり、もう朝から夜まで、聖書の話を聞いて泊まり込みで、はい、泊まり込みでとっても楽しいキャンプ、もういやいや2泊3日とか、あ、そうなんですか、はい、もうそういうのが当たり前の毎年、はい、夏休みの、はいはい、計画だったんです、はい、そうですか、そうです。でも教会でこんなね、子どもたちのキャンプとかね、そういうのできるなら素晴らしいですね、そうです、すごく楽しかったですね、小学校時代は、あ、そうですか、はい、でもそういう素直な楽しい時代からやっぱり思春期になるとね、中学ぐらいからやっぱり聖書の
もっともうちょっとのこの、ただの聖書の話ではなくて、はい、また神様の話みたいな、そういうことではなくって、うんうん、本当に言葉の一つ一つ、聖書の中の言葉の一つ一つがすごく、私は言葉が好きなので、そういうところから詩編とか箴言とか、はい、やっぱり伝道者の書とか、はい、なんかそういうところを読むのがすごく好きだったんですね。あ、そうですか、はい、それで中学生になるとやっぱり、部活とか今みたいに土曜日とか休みじゃないですので、はい、まあ、日曜日が唯一の、はい、学生の、はい、休みですよね、だから日曜日にどこどこに行こうとかって友達のお誘いも、はい、日曜日だから行けない、あら、まあ、教会行くから行けない、礼拝あるから行けないっていうんで、だんだんなんだかみんなとね、なかなかこう行けない、なんで日曜日にたった1週間の中の1日の、休みなのに、みんなと一緒にできないっていうんで、ちょっと教会が面倒くさくなった時があったんですね。それで、まあ、何かにつけて、まあ、部活のこととか、クラスのこととか、はいはい、そんなんで礼拝を、礼拝から遠ざかるというか、何かにつけてちょっと理由をつけて見つけてはいかないっていうのがあったんですけど、やっぱりなんか変でしたね。毎週毎週1週間に1回の教会に礼拝に出席できないってことが、まあちょっと楽なんですけど、でもなんか物足りなくて、やっぱりなんか妙でしたね。教会に行かない週は、はい、そうですね、1週間がダーって続いちゃうんですよ、はいはい、区切りがないというか、はいはい、多分小学校からずっとそうだったので、なんか妙だったんですね。そういう時代が中、そうですね、中学生ぐらいからありましたね、中学生からね、反抗期が入ったり、自分をね、ですね、いろいろな、はい、ことが起こりますからね、まあでもそういう中でですね、やっぱり詩編139編なんですけど、はいはい、一回その神様から逃げてみようって思ったことがあったんです。そうですか。っていうか逃げられないのは分かってるんですけどね、はい、まあ天と地の作り主ですから、はい、逃げられることはないんですけど、はいはい、とりあえず逃げてみようと、はい、そういう思いがありまして、詩編139編の言葉に、やっぱりガツンときましたね。139編の言葉に、たとえ天に昇ってもっていうふうにあるんですね、はいはいはい、どこに逃げても私はいるよと、そのように神様はおっしゃってるんですね。そうですね。私はどこへ行ってあなたの御霊を離れましょうか、私はどこへ行ってあなたの前を逃れましょうか、まあ、これは口語訳なんですけど、そうですね、そのように神様から逃れてみようと、はい、まあ、逃げてみようと思ったんですけど、やっぱり逃げられないことがはっきりしましたね。詩編の139編、はい、私はね、新化訳持ってますけどね、139の7節にね、私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう、私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう、たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。はい、でね、ありますね。そうですね、やっぱりこの言葉はですね、はい、すごくはっきり言ってますよ ね、 そうですね。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が王闇よ、私を王へ、私の周りの光よ、夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことですってありますね、はい、その詩編の139編の、はいはい、今先生が読んでくださったその御言葉はですね、はい、もうとってもはっきり、ずっしり、もうきっちり、ね、はい、
神様は、どこにでもおられるよと、あの天に昇っても、湯に下ってもって言うんだから、もう行くとこないですよね。行くとこないですよね。まあ天に昇ることはできないんですが、また湯に行って戻ってくることはできないんですが、たとえそれができたとしてもっとこう書いてあってですね、それでちょっと観念しましたね。あ、なるほどね。そして洗礼を受けたのが16歳、はい、の時に、ね、やっぱりこの御言葉が答えでしたので、はい、洗礼を受けました。そうですか。あら、おめでとうございます。ありがとうございます。もうそれからがもう何十年ですかね、はい、洗礼を受けたのが1970年ですから、沖縄のあのミーバルビーチ、もう夏の青い海で、そうですか、洗礼を受けてやっぱり神様に、従っていくという新しい出発をいたしました。あ、そうですか、私も、16歳で洗礼を受けましたけど、高校そうですか、一緒だ、ね、1年生ですね。あ、はい、でも私もね、高校1年までは教会行ったことはなくて、母が病床でクリスチャン病床洗礼を受けていましたのでね、私は教会へ行くようにと言われて、行って、私の所属している日本キリスト教団は適齢ですよ。あ、そうですか。海でじゃなくてね、教会の中で牧師がね、手を水に濡らして頭に、置いて、やる適齢洗礼なんですけど、そういうふうに私も高校生で一緒ですね。16歳、16歳ですね。同い年でしたね。はい、そうですね。今先生おっしゃった詩編の139編のね、13節に、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っていますと。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、神様のね、書物に名前がね、そうですね、刻まれているっていうことをね、すごい力強い言葉ですね。一人一人がそうですよね。今この番組を聞いてらっしゃる電波の向こうにいる、あなたもそうだということですね。そうですね、素晴らしいですね。まあエリオ先生の場合はお母様ね、あるいはご家族揃って教会に行ってらしたんですよね。そうです、クリスチャンホームですね。ね、クリスチャンホームでそういう中で日常生活もなさっておられてね、本当に素晴らしい。そうですね、やっぱり聖書から本当のことを教えてもらうってことは、とっても人として生きる上で大切なことだと思うんですね。自分が考えたことではなくて、自分がそう思うっていうただ、主観的なことではなくて、なぜ天があるのか、なぜ太陽があるのか、なぜ毎日そうやって昇ってくるのか、なぜこうやって空気があって息をするのにも、平気でちゃんと息が吸えるように、そのような体に作ったのか、さっき陽子先生読んでくださったように、内臓を作ってくださった神様のその仕組み、そういうことをやっぱり聖書から学ぶと、ああそうなんだっていうことが本当によく分かって、なんで生まれたのか、なんで生きてるのかっていうのがすごくはっきりすると思うんですよね。そうですね。で、それを知ることはとっても大事だと思うんです。そうですね。多くの人がね、親から生まれてきたので生きているとね、何のためにじゃあ生きているのかと目的もね、わからない。
あるいは悩みが多くてね、潰されそうな、気持ちになったりするわけですけど、聖書を通してはっきりとね、あなたに命を与えた神がおられ、そうですね、内臓もね、はい、全てのものを作られた神様がおられるということを知るときにね、本当に、あ、私を作った方が私を守っててくださるということが、ね、分かると大変嬉しいですね、これがまた事実ですからね、そしてその事実が、そうだって受け入れた時にまた生き方がね、元いができて生き方がそこから始まるっていうのがやっぱり分かると思うんですよね。ね、いい体験をなさってあ、そうですね、まあ多くの人がね、なぜ生きているのかというね、はい、いろんな苦しみに遭うと目的がね、分からずに苦しみもだえるわけなんですけど、そうですね、はっきりとあなたを作った神がおられ、神は目的を持って私たちに命を与えておられるんですよね。そうですね。だから一人一人にその目的があるわけですね。また大変なことに出会うのもまたそこで何か気づくためのものがやっぱりあると思うんですね。そうですね。だからただ単に苦しいとかのためではない、きついっていうとかのためではない、そこからやっぱり見えるものがあるからそれがあるという、そのことは本当に聖書のいろんなところにね、神様からの言葉がヒントがありますよね。そうですね。やはり、はい、私たちは目的があって、この世に誕生してきましたね。そうですね。あ、まあね、よく自分には他の人をね、羨ましく思う時もありますよね、あの人は素晴らしい才能があるとかね、いろんなことをね、羨ましがりますけれども、神様は私たち一人一人にしかできない目的があって命を与えておられるわけですね。そうですね、はい、本当に一人一人がオリジナルですよね。そうですね、はいはい、スペシャルだと思いますね。はい、そうですね、本当にそういう時に、まあ、神様は目的を持って一人一人を愛しておられ、また作って命も与えておられる、はい、ということを知ると、その通りですね、まあ、訓練もあるんですけどね、はい、もうなんていうか苦しみとかね、もだえとかあるんですけど、やはりそれも神様あなたを愛しているから、はい、と言ってますね。ですね、私は愛する者に鞭を与えるということもね、聖書を通して知るときに、ああそうなんだと思ってね、よっしゃこの、苦しみをね、何か乗り越えたときにはやはり神様の素晴らしい目的がね、あるかもしれないということでね、そうですね、乗り越えることができた、はい、もうその時は苦しいんですけど ね、乗り越えた時にはやはり喜びがきます ね、はいはい、やっぱ磨かれるのは痛いですよね。そうですね簡単ではないですよ ね、はい、そうですね、でもやっぱり後で光ると思いますね、うん、そうですね、はい、まあよくね言われますけど、ダイヤモンドもそうですね、普通の土の中にいるときは ね、本当に普通の石か何かわからないけれども、取り出して磨けば磨くほどね、もう素晴らしい石としてのね、輝きが出てくるということ、そうですね、はい、その通りですね、一人一人が本当にかけがえのない原石みたいなもんですよね。そうですね、だからこう過ごしていく中で、生きていく中でいろんなこと通される中で多分磨かれるんだと思いますね。ですね、はい、ブラジルに行った時ですね、主人がブラジル生まれの
日系の2世なんですけど、ブラジルに行った時に、ブラジルすごい宝石たくさんありますよね。そしたら、そこの、斉藤先生っていう教会の先生のお宅に泊まらせていただいた時にですね、2人娘さんがいたんですけど、その子がこれお土産に持って行ってって持ってきてくれた石があったんです、で見たらその茶色の本当にただのその石ころって言ったら変ですけど、拳台をちょっと大きくぐらいしたぐらいのものを持ってきたんですけど、本当に石なんですね、その辺にゴロゴロあるような、見た感じね、でもこうカパッとこうひっくり返すと、何だったと思います先生？なんだかね、翡翠翡翠はなかったんですけど、アメジストだったんです。アメジスト、紫水晶。本当に表というか、反対側はもうただの石のゴツゴツした茶色っぽいものなんだけど、こうひっくり返すと中に紫水晶、アメジストがいっぱいなんですよ。あらあら、いっぱいというかこう半分にこう割ったような感じだったんですけど、あれ見て本当に思いましたね。あらあら、そうですか。普通はこう、多分道に落ちてたらただの石ですよね。でも中を割ってみたら、紫の綺麗な水晶が、紫水晶、わあ、それ重たいけど持ってきましたけどね。あ、そうですか。だからやっぱり、表から綺麗じゃないと思っても、いやいや中は全然違う、でブラジルではそういうのが道端に落ちてるって、いや話聞いたけどその子が言ってたんです。道で拾ったよって言って、そうですか。だからやっぱりね、宝石の価値というのは、中かもしれないですね。なるほど、そうですね。もう大勢のね人々 もう石ころのように転がってても、本当に原石ですので、ですね、磨かれて苦しみにあってもあなたが素晴らしい原石ですので、訓練をね、神の訓練をおろそかにしないで、そうですね、やっぱりいつかは必ず輝く時も来るということをね、希望がありますね。磨かれた方がいいかもしれないですね。そうですね。磨かれるとまあね、自分も、磨かれて気が輝くんですけど、人の苦しみも分かってきますよね。それありますね。そういう苦しみを通して、あ、私と同じような同じ経験ありますもんね、あなたもその道を通ってるんですよということをね、励ましの言葉もかけてあげられる、ね、こともできますね。できますね。さあちょっとね、曲を聴いてみましょうね。はい、お願いします。
流れましたじっちゃの子守歌は、実は、私の弟にあたる又吉克夫、鎌倉の方で歯科医師をしております、彼の作詞作曲です。普通の、ね、人ですけど、初めて孫ができましてね、初孫の、はい、あの曲、またあの歌もね、作って、ありますね。私が、シャローム聖霊教会を作った時もね、彼が作詞作曲して、今歌っておられるのもそうですけど、シャローム聖霊教会の賛美なさっているあの方も、合わせバプテスト教会の牧師夫人であられる具志堅直子先生が、はいはい、賛美をなさってね、また今の、じっちゃの子守歌もね、いい歌ですね、直子先生が、はい、作ってありますけどね、まあ、歯科医師をしていながら、うん、ね、趣味として、あ、お孫さんの、はい、ね、思いにあふれて、はい、またね、この女の子から先にね、はい、その子のまた歌も入ってはいますけどね、はい、その後そまた、あ、男の子が、あの長男さん、また次男も生まれてね、で、その歌を聴いてね、はい、僕たちの歌も作ってちょうだいと言って、ね、これをも作らなきゃいけないですね、はい、また作ってあるんです、これ。あ、本当ですか。今曲ね、作詞作曲したのをね、今この、またいつか聞いてみたいと思いますけどね。あ、いいですね。はい、僕の歌、私の歌ができてるっていうのはすごいですね。で、はい、これに載っていましてね、沖縄のね、はい、この具志堅直子先生大好きなんですよ、また又吉克夫さんは。で、自分の作詞作曲したのを直子先生に歌ってほしいということでね、送ってまして、もう本当に素晴らしいですね。そうですね、そして孫のね、一人一人の名前で作詞作曲しています。3名もできてますからね。なんか愛が溢れてますね。そうですね、はい、そうですか、素晴らしい。聞きながら、はい、私は車の中で聞いてますけど、まあね、私たちが子供ができて、また孫ができてやるとね、神様の思いもそうなのかなと思ったりね。そうですね、本当に弱い子があればね、早く元気になってほしいと思いますよね。その通りですね。そしてね、いつも
その子のことが気になって祈りの中にもね、はい、早く主よ癒してくださいとかってね、誰よりもねその子のことを祈るわけなんですけど、そういう中を通してね、あ、神様も私たちをね天の御座からご覧になって、はい、このように愛しておられるんだなと思いますね。そうですね、でだから今ね先生がおっしゃった内臓も作られた神様でね、おられるから、本当に神様私たちを愛しておられるんだなと、はい、ですからね、私の目にはあなたは高価でたっといとね、いつも語りかけておられるんだなと思います ね、 その通りですね、はい、やっぱり親子のそういう、さっきお孫さんへの、思いをっていうふうに歌が作られた、そのこと、親子の関係とか、また本当に愛する者への、その関係の中で神様との関係、とってもよくわかりますよ ね、 そうですね、もっともっとわかるようになると思いますね、はい、作り主ですからね、作り主ですからね、健康な人にはね医者はいらないと、弱いね病人に医者がいるのと同じようにね、はい、神様も私たちが弱くなってね、本当に寂しい思いをしているとか苦しい思いをしているときは、神様もそばにいてね、はい、頑張れよって声援、そうですね、元気くれますよ ね、 そしていろいろとね携わってくださっておられるんだなと思いますね、はい、そうですね、ですからあなたが白髪になっても私は養うし、あなたの髪の毛一本までも私は知っていると言ってますよね、数えられていますからね私 自分は分からないけどね本当にもう何本あるっていうことも ねご存知であるとはっきりおっしゃってますのには素晴らしいですね、はい、そうですね、また神様は本当にそういう方ですものね、一人一人にとってそうです、ね、はい、関係のある方ですよ、そうですね、まあ本当の神様知らない時にはね、何か神って言ったらとてもね、ちょっと自分は遠慮するわとか言って ね思いあるんですけど、そういうことを知る時に、あ、本当に自分は分かるべきことが分からなかったんだなと思いますね、はいはい、そうですね、本当の親がね、神様が愛して私たちを目的を持って作られた、はい、ということを聞かされるとね、そうですね、だって自分自身が作った作品はねとても愛おしいですよね、あ、本当ですね、はい、その通りです ね私もよくね編み物したり手芸したりするんですけどね、あ、先生編み物するんだ、はい、はい、先生も、ねこうね、私も細かいのを作るの好きなんですけどね、ハンドメイド、ちょっとね目が見えづらくなって老眼になったらできなくなっちゃったんですけど、そういうのをね一つ一つ人の目にはねあんまりあれでしょうけど、自分が作ったものはとても愛おしくて ね格別ですよ ね、やっぱりね、そういう思いがあるんですけど、やはりいい作品は本当にいい、いつまでもね大事にしたいなと思いますね、そうですね、だからやっぱり神様が一人一人を作られたので、一人一人もとっても大事だっていうことですね、そうですね、はい、まあね先ほどからエリオ先生をね一緒にお話ししてるんですけど、まあパオロ先生はブラジルの方ですよね、はい、そうです、出会いはまあ、ね、お父さんお母さんは沖縄出身なんですが、一世でブラジルに渡って、子供たちはもうみんなブラジル生まれのブラジル育ちなので、主人もブラジル生まれですね、ブラジルで生まれてもう向こうで、はい、育ちましたね、そして、はい、18歳の時に沖縄に戻ってきましたので、もうほとんどっていうかブラジル人ですね見た目はうちなんちですけど、はい、そうですか、やっぱりもう 10代全部向こうにいますから、あ、はい、もう育ってますからね、あ、そうですか、はい、まあでもね
言葉もみんなお話できるし、そうですね、もう苦労したと思いますけど ね、私たちから見たらもう全然、ご両親も日本の方ですね、はい、うちなんちゅうですね、うちなんちゅうで変わらないんですけどね、はい、ええ、まあ、世界的な体験もなさっておられるし、ね、言葉には壁がありますね、やっぱりね、日本語わからなかったから沖縄に来た時に、本当に言葉の壁は高かったと思いますね。同じブラジルに住んでる2世の方々なんかも、お母さんお父さんが日本語ちゃんと話してて、それで、まあ、日本語はわかるよって言ってくる方もいるんですけど、主人は全くわかんないで来てますから、いろんな、はい、日系がいますね。はい、もうじゃあ沖縄にいらした時は、来てから言葉を習いましたね。なさったんですね。そうですね、はい、言葉は大事ですね。そうですか。はい、でもそういう中でパウロ先生と出会って、そうですね、パウロ先生も最初からクリスチャン家庭で育ったんですかね。いや、それは違いますね。沖縄に来てから、イエス様と出会ってますから、ブラジルにいる時は、まあ、向こうはカトリックの国なので、神様のことを、聖書の神様のことはもう皆さんよく知ってて、で教会でね、もうミサも皆さん行ったりするので、はい、すごく神様は遠い神様だっていうこと、身近な神様、近い神様じゃなくて、どっか遠いところからこういつも見ているという、なんかそういうイメージがあったみたいなんですけどね。そうです、はい、沖縄に来てから本当に聖書が言ってる神様のこと、はい、イエス様に出会うようになったようですね。はい、あ、そうですか。だから私たちは沖縄の一番下、丸反対がブラジルなんですってね。はい、だいたい日本 の、 はい、反対がブラジルって言うんですけど、じゃあ全く、はい、地球上で見れば、もう沖縄の真下がブラジルなんですって、ですから私たちはもう丸反対の、はい、ところの生まれた人が出会ったっていうんで、はい、そうですね。しかもこの沖縄で、エリオ先生もブラジルにいらしたとさっきおっしゃって、旅行で行ったんですね。私もですね、私石垣生まれなんですよ。あら、そうですか。で、はい、もううちなんちです、もともと。でも、もう学校に入る前には本島の方に来てますから、石垣よりももうこっちの方が、本島の方が長いんですけどね。だから、奥さんもブラジルですかって言われるんですね。で、いやいや、私うちなんちですよって言うんですけど、私の日本語がちょっと変になってるかもしれないですね。たまに変な日本語を使うようになるのは主人のせいです。はい、そうですか。はい、ああ、そうです。だから私はポルトガル語、ブラジルはポルトガル語なんですけどね、ポルトガル語はもう本当に分かんないんですね。単語単語ぐらいしか分からなくて、話ができるなんていう、そんな状態じゃないんですけど、はいはい、主人はよく勉強しましたね、やっぱりね。そうですか。はい、じゃあもう全く日本語を知らずに沖縄にいらして、もう最初から日本語を学ぶっていうのは大変ご苦労はなさったと思いますね。はい、でもやっぱりイエス様を信じて教会行くようになってから、世界が開けたと思いますね。なるほどね。それまではもうブラジルに帰るんだっていう気持ちでいたのが、やっぱりここで教会の群れの中にいますからね。だから言葉もそういうところから、聖書を読むっていう、そこから多分一生懸命、教会にいらしてパウロ先生とお知り合いになったわけですね。教会はね、別々なんですよ。ただ共通のクリスチャンの、お友達というか、先生夫婦がいましてね、その先生たちの紹介なんですね。沖縄クリスチャンスクールの先生が、私も知ってて、主人も知ってて、それで、その先生が、紹介してくれて、はい、ご紹介なさって、そうです、はい、あ、そうですか。それで出会うこと、神様の結びがあったんですね。そうですか。はい、今はね、パウロ先生、南部牧師会の会長さんをなさっておられてね、もう全くブラジルの気配はしないね、日本。ああ、そうですね。もう言わないとわからないぐらいかもしれないですね。うちなんちゅう、全くね、
方言も少しはもう言葉、はい、言葉を習うのがすごく好きだから、もう方言も、あの結構習ってますね。聞くことは聞けるわけですね、はい、そうですか、はい、素晴らしいね働きもなさっておられて、まあ、今日もご奉仕にパウロ先生いらしたんですよね。そうですね、本当に私たちのチャーチトラストは、こういう伝道を目的とした、はい、グループですけど、またご奉仕もあるわけですね。そうですね、いろんなご奉仕の内容は、教会の中でですね、もう沖縄はやっぱり、はい、お年寄りの集まった教会も多かったりするので、教会の修繕とかそういうのもできないときには、声がかかれば、また私たちでできることがあれば、そこに出向いていって奉仕をさせていただいているんですね。やっぱり教会の必要があれば、一緒になってやっていくっていうことの働きもしてるし、また沖縄は島ですからね、離島もいっぱいありますから、離島に出向いていってのものも、はい、神様の素晴らしいね、お話もさせていただいてますね。そうですね、はい、もう時間前ですけど、賛美を一曲聴いてみたいと思います。よろしくお願いします。
ャロームの時間は、シャローム聖霊教会の提供でお送りしております、シャローム聖霊教会はモノレールの義母駅近くにありまして、下は、夫である国吉が不動産を国吉不動産商事をやってまして、私は2階の方でシャローム聖霊教会をしております。義母駅から、歩いて、5、6分ですかね、ところにあります。どうぞ家庭的な雰囲気だと思いますので、どうぞいらしてください。先日、ラジオを聞いて、祈ってくださいと言っていらしておりました、男性の方もおりましてね、その前もラジオいつも聞いてますと言って別の男性の方も来られましたので、女性の方からはね、いろいろと悩みの電話を受けたりしておりますが、にゃこさんはね、京都から、ありがとうございます。ご覧になってて感謝です。またね、いつか沖縄にいらした時にお目にかかりたいと思いますが、ね、リスナーもいらっしゃるんです ね、はい、楽しいですね。今日は、同じ沖縄那覇市ですね、那覇市の国場の方 で、 そうです、教会をしておられます。先生どうぞ教会、はいはい、教会にご案内をしたいと思います。今陽子先生も言ったんですけれども、本当に一人一人人生ですね、大変な時もあるかと思いますけれど、でもぜひ教会にいらして神様の言葉聞いていただきたいですね。那覇市国場にあります光キリスト教会、そこで、10時半から毎週礼拝をしております。また今電話も、つながりますのでね、電話でもまた探してお電話もしてくださったらいいなと思いますね。電話番号も教えてください。はい、教会の電話番号は何番でしたかね。すいません、今教会の電話番号って言われたらど忘れしてまして、はい、私たちの家もですね、家を開放しての本当に家庭的な、もうこじまりとした、もう お庭もあってですね、ここは誰の家っていう感じのところの教会なんですね。ですから国場のコープの近くなんですけれども、近くに寄ったと来た時にはまた寄ってほしいし、また声をかけてくださって、はい、また来たい方はもう誰でも大歓迎ですので、はい、ぜひいらしてください。 そうですね、そして一緒に神様の言葉、はい、本当に愛をね、互いに、知り合えたらいいなって思いますね。そうですね、はいはい、皆様ね、時間になりましたので一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。今日の素晴らしい日にこの FM 那覇のラジオを通して、語りかけることができまして感謝します。どうぞ聞いておられる方々の家に神様の御手が触れてくださり、心も体も霊も死を癒してください。また神様から流れる愛と、また素晴らしい、本当に血を注いでくださり、私たちが人生において勝利者となることができますように、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、はい、感謝します。はい、感謝します。シャローン、はいはい、平安がありますように。アーメン。